ローカルバスに乗って結構来ましたね。ショールラからもうバスで20分ぐらい来たんじゃないかなっていう、ちょっとどこまで行くんだろうっていう不安を感じるぐらいバスに乗りましたが、着きましたね。圧巻のタラベラ焼きでございます。タラベラ焼きスペシャルですね。これは職人が一枚一枚作って貼り付けて、その歳月約100年です。約100年かけてこれを完成させたと、ファサードを。これは素晴らしいですね。ちょっと工事してるのが残念ですけど、まあいいでしょう。おガイド犬が来た。いやちょっとなんかメキシコの教会のあの天使とか、あとはなんかキャラクターがちょっとなんかコミカルな感じだったりするんですよね。タラベラ焼きちょっと触ってみましょうか。すごいです。これは素晴らしい。
田舎町でランチです。ケサディージャとソペ、私ねソペをねスープだと思ったんですよ。したらね違うの来ましたね。でもオアハカチーズみたいな。いやまあまあまあオアハカチーズが食べれるんでいいでしょう。しぼぎたてのオレンジジュース、生き返るわ。ケサディージャ覚えましたよ。美味しい、安定の美味しさ。初めてのオアハカチーズですけど、なんかすごい繊細な味、すごい淡白で、でもね後半にちょっとチーズの豊かな風味が広がる。なかなか美味しいですね。メキシコにチーズのイメージがなかったですけど、このオアハカチーズ美味しいですよ。他で食べたことがないそういうチーズですね。生地に小豆みたいのが練り込まれてますね。ちゃんとしてますね。